嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いたんですか。謝像って嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよね。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういう風にしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。日本のコロナどうなる？まあ、割と抑えてる方だと思いますけど、結局その、なんか、オリンピックとかで外国人入れるとか言ってるので、広まるんじゃないですか？現役保育士でサービス残業、総出勤は当たり前です。内容は子供がいる時間にできない書類仕事、制作物類、打ち合わせと、なぜ問題にならないのですか？問題にしないからです。いろんな仕事で、まあ、ブラック企業っていろんなところにあるんですけど、そこの現場の人が声を出して文句を言い出さないと問題視されないんですよ。こんなに苦労してるんだからいつか誰かが助けてくれるはずっていう人って誰も助けてくれないんですよ。なので、自分たちでトラブルを解決するっていうので、まあ、例えばそのどれぐらい勤務してるかってタイムカードとかつけてると勤務時間出るじゃないですか。で、これよろしくないですよねって労働基準監督署に持ってって、労働基準監督署の監査を入れてもらうとか、割とそのやりようはあるので、で、法律わからないのであれば一回その弁護士さん、法テラスみたいなところで相談してみるといいんじゃないでしょうか。フランスでは和食と中華どっちが人気ある？中華の方が多いんじゃないですかね。日本人街とか行けば和食はありますけど、全体で言ったら中華料理屋の方が多い気がしますけどね。この、ひろゆきはフランス人ですって書くの250円払ってる井上さんは何なんだろう。新卒1年目で3、4年後に市が経営するインテリア関係の会社への転職を考えています。今後インテリア業界どのようになると思いますか？また転職するのであれば早い方がいいと思いますか？ちなみに今はインテリアとは全く関係ない仕事をしています。インテリアの、商品の制作なのか、インテリアのコーディネートなのかっていうので、だいぶ変わってくると思うんですよね。ものづくりの方の、インテリアの商品を作る方であれば、結構厳しいと思うんですよね。結局単価の高いものって簡単にパクられるんですよね。まあ、アマゾンとかって売れ筋商品をアマゾンが作るとかやったりとか、じゃあ LED ランプみたいなのとかだと、なんか、アイリス大山が安く作るみたいな感じであって、単価の高いものって割と真似されるんですよ。なので、製造に関していくと外国で作るのにはいつか勝てなくなると思うので、なのでインテリアデザイナーの方でセンスがあるんだったらいいと思うんですけど、製造だったらきついんじゃないかなと思います。以前質問したものです。考え方が変わりつつあります。ありがとうございました。私の住んでいる町で立憲民主党の新人が毎日街頭演説をしています。爽やかで明るく好感を持ってるんですが、演説を聞いているとデジタル化で公文書改ざんが進む。政府のマイナンバーカード普及でプライバシー権がなくなると話しています。政治家がデジタル化に反対するのはなぜですか？その人が頭が悪いからですね。まあ、例えばじゃあ、まあ、プログラムで言うとGitっていうプログラムのバージョン管理システムがあるんですけど、で、そのバージョン管理システムで、じゃあ、プログラムを管理している場合に、改ざんをするのってめちゃくちゃ難しいんですよね。不可能ではないと思うんですけど、Gitのコミットをなかったことにするのって、かなりめんどくさいですよね。要は、コミットをなかったことにするという記録は作れるんですよ。でも、コミット自体を存在しないことにするのって、かなり難しいんですよね。もう、要はいろんなところにコピーをして、こういうことがありましたよっていうので、コピーがなくならないようにするために作ってる仕組みなんですよ。要はソースコードがなくならないようにこうやってシステムを作ろうっていうのでみんなで頑張って作ったのが Git なので、Git のソースをファイルでいじって戻すのって不可能ではないんですよ。やり方はあるんですよ。やり方はあるんですけど、かなりめんどくさいんですよね。なので、もしそれがこうやったらできるよっていうぐらいデジタルに詳しい人であれば、公文書の改ざんはアナログよりデジタルの方が難しいって分かってるので、その人は不勉強なんだと思います。乾杯屋で、はい、ありがとうございます。工場の仕事ってなくなりますかね？まあ本質的には工場で働く人って、中国の工場でも日本の工場でもできるものが一緒だったら中国人の給料でいいよねっていう風になってしまうので、給料の高い工場の仕事っていうのはだんだん減っていくと思います。ひろゆきさんのオンラインランチ1時間売ってくれたりしますか？昔テレビで見ていたあの論破で徹底的にボコボコにされた夢がよくわからないんでめんどくさいのでやりません。厳しい時期なのは重々承知で、死んでも就職したくないので、友人と2人で事業を始めようと思います。死んでも就職しちゃうなら生活保護取れば？生活できる程度の利益があれば十分なのですが、楽にそこそこ回せる事業で何かいい案ないでしょうか？ないです。まず、事業をやることと就職することって大して変わんないですよ。結局その取引先からお金をもらうのか、その会社の社長からお金をもらうのかっていう違いで、何か作業をすることでお金をもらうっていう本質的な構造は変わらないんですよ。で、なんか就職したくない理由が、上司にいろいろ言われるのが嫌だとかっていうのがあると思うんですけど、結局取引先から言われたら従わざるを得ないっていうのは、会社も一緒、要は自分がフリーランスになっても一緒です。なので、人から命令されたくないとか思い通り行きたいっていうのであれば、生活保護をお勧めします。あと、友人と2人でやらない方がいいです。要は、例えば友人2人で会社をやっていて、誰にも従いたくないっていうのであれば、いつか友人と揉めます。なので、他人と関わらないで生きていきたいのであれば、1人でやった方がいいと思います。ネットフリックスのソーシャルジレンマの感想、すいません。まだ見てません。なんか最近、ネットフリックスのおすすめ多いですね。すいません。250円も払っていただいて、すいません。まだ見てません。友人らが持続化給付金を不正っぽいことをしています。コロナで確定申告の期限が伸びているようで、去年の事業収入があったと確定申告を言いまして、その機会を提出して給付金を申請するということです。売上があるのは確定申告書を見ればわかりますが、その確定申告書自体が偽造されたものですが、去年売上がなかったと証明することって難しいと思いますが、友人らは逮捕されますか？逮捕されてる人もいるので、割とそこの税務署が暇かどうかで決まると思うんですよね。で、結構今、税務署の暇な人がいるのと、持続化給付金詐欺っていうのはちゃんと調べようっていう流れになってるので、自分の人生をかけて、たった100万円もらって、ずっとビクビクするよりは、今のうち自首した方がマシだと思いますよ。要は捕まって前科を食うのって、100万円じゃ済まないんで、私は人間関係は消耗品だと考えてしまいます。ひろゆきさんどう思いますか？NS さんは人間関係が消耗品なんだと思います。なので、あなたの周りにいる人もあなたを消耗品だと思って関係を作ると思います。で、そうじゃない関係性を作る人もいますが、あなたはできません。っていう話だと思います。竹内優子さんや三浦春馬さんと他殺説をよく見かけます。すごく無責任だと思ってるのですが、他殺説なんてあるんだ。さすがにでも他殺じゃないんじゃないですか、家族が言ってる以上は。心理学は役立つと思いますか？加藤定蔵や独身の本も売れてますが、親へのアンビバレントが解決できません。そのタイプの話題であれば心理学ではありません。心理学という名前の思ったことを書いている本っていうのが世の中にいっぱいあって、心理学の学問の方で行くと論文が出て学会でこれって意味あるよねってなってるので、わかりやすい面白本っていうのは学会で出るような論文ではありません。なので、心理学とかサイコロジーって書いてあったとしても、それは学問ではありません。経営者です。従業員ですぐ嘘をついたりミスをごまかすスタッフがいます。その客単価ってある程度、その地域の、お金を持ってる人の人数に比例するので。ただ銀座は今ひどいらしいので、ひょっとしたら東京に来るより名古屋にいた方が、売り上げが高いままなのかもしれないですけど、なので、東京の大量リアで高いところっていうのをちょっと偵察に来て、どれぐらいの額でやっていて、どう回してるかっていうのを研究してみるといいんじゃないでしょうか。一回止まった？はい。日本に変えましたね。大体、アップル、アマゾン、マイクロソフトのような大企業は日本でなぜ生まれなかったんですか？日本語だから。要は、アメリカの企業って成功すると英語なんで、そのまま世界中で売れるんですよ。なので、海外進出という概念がないんですよね。アメリカのサービスをやってるうちに外国人が英語なんで勝手に使ってくれると。で、日本の場合って、日本って流行ったとしても、海外進出っていう壁があって、LINE 日本人がいっぱい使ってます。でも、日本以外の人って LINE ってあんまり使わないよね。っていうので、結局海外進出の壁を越えられないんですよね。なので、デフォルトが英語っていうのは割と強いですよ。メンタルが弱い。あ、プログラミング以外で勉強すべきことは語学ですかね。英語はできとくと便利ですよ。好きな寿司ネタ何ですか？ハマチとか好きですね。貝類。まあ、タンパク質の味が好きなんで。